今日は、ツートンバチですね。ツートンバチじゃねえや、あ、ツートンバチでいいんだ。ジュニア2の、寒いな。ジュニア2の、テストですね。はい。今日は、遠投性をちょっと見たいと思います。はい。まあ、歴代の竿も全部持ってきて、どのくらい飛距離が出るか、まあ、あと遠くの魚をかけてどのようなアクションをするかっていうのを今日はちょっと見てみたいと思います。はい。で、ちょっと、まあ、まだ一投もしてないので、本当にこれが一投目になります。しどめさんなんですけど、なんかこう、台風の影響でかなり濁っていて、いつもとちょっと状況が違う感じですね。まあ、魚は全く見えない状況です。はい。気温は22度。です。はい。じゃあ行きたいと思います。よいしょ。まだちょっと1投目なので、あ、バイタルです。1投目なので、P が、こう、あ、釣りましたね。P が、プールの中で張り付いてしまってるので、ちょっと本格的に飛ぶのは、数投かかります。あんまり普通にバイトありました。あ、でかいっすね。はい。あんまり台風のあれはないかな。一投目にしては。まあ、2、3バイトありましたんで。でかいっすね、いきなり。はい。こんな感じで。こんな感じで。はい。ちょっと見ますか。ちなみにルアーは波動の 1.7 ですね。のプロトです。はい、そこそこでかいです。はい。まあ、ちょっと回しっぱなしにしようかなと思います。俺皆さんにも見せてるんですけど、EMT さんの方にも見てもらって、ドットの曲がり具合とかをちょっと見てもらってるので、はい。意外と普段、取って回しっぱなしにしてやってます。はい、行きます。はい。まだちょっと張り付いてますね。P がスプールの中で。あー、来ましたね。いいっすね。今日何曜日だっけ？金曜日か。金曜日ですね。やっぱり先ほども言いましたけど、あ、今度ちっちゃい。今度ちっちゃい。台風のその影響で渓流の方が今流されちゃってる、橋が流されちゃってて今営業してない状態なので、やはりお客さん少ないですね。 1,2,3 人、今3人ですね、私以外。はい、じゃあ行きます。あ、そこそこ飛びますね。まだもうちょっと本格的に P がきっちりスプールに馴染むまではもうちょっとかかりますね。はい、バイト多いですね。はい、はい、バイトありますね。ちょっと朝一なので、手前は捨てます。まあ、とにかく遠投一本でいきますね。はい、バイトがかなりありますので。いいですね。水車は楽に越えます。水車はもう楽に 2,3 メートル越えますね。あ、バイト多いですね。すごいですね。前回よりいいんじゃないですかね。前回はもう土俵層だけだったんですけど、今回ちょっと沈んでも、はい、いいですね。あ、また小さいです。こんな感じ。ロッド全部映ってますかね。もうちょっと離れましょうか。ここでも映ってますよね。飛距離は出ますね。はい、いい感じで出ます。あ、バイト多いな。すげえな。
こう ジュニアツアーのジュニア1よりは塗装も赤が主体になって、ティップの方は塗装してないので、やはりその塗装が薄い分ちょっと感度がやっぱりいいですね。はい、ああバイトすごいですね。おお、ちょっと大きめに合わせてますね。はい、ああいいですね。これはもう濁ってますけど、あんまり影響がないっていうことですね。はい、ただなんか前回はちょっと大きいの結構釣れたんですけど、1頭目は釣れたんですけど、なんかこの3匹目まではちょっと小さいですね。はい、行きます。はい、ちょっと長めにシェーキングしてみます。あー、はいはいはい、ラインが映れば面白いんですけどね、すごいバイトがあるので、はい、いいですね。こういいですか、どうですか、曲がり具合見えますか、ね、またちょっと小さいから。わ、ちょっとサイズアップしました。はい、これ映ってますかね。はい、こういう状態で、はい、まあ毎回言ってますけど、ティップにちょっと張りを持たせたので、先っぽだけグッと入るっていうことはジュニア1に比べて ないです。この辺から胴からグーっていきますね。はい、ただ今のみたいなサイズがあれだけ遠投で乗れば、まあ問題ないかなと思います。はい、バットパワーは結構残してあるので、はい、かける分にはこう全然、はい、余裕でかかりますね。はい、ちょっとバレました。前回来た時はね、ボトムが全くダメで、はい、今日はちょっと時間を見て後からボトムもやってみようかなと思います。飛びますね、いいっすね。はい、またちょっと長めにシェーキングして、ああお分かりだと思いますけど、今日巻きフォールしてないですね。巻きフォールしてないで、まあちょっと緩めのテンションフォールぐらいでこれだけバイトがあるってことは、相当活性はいいってことですね。巻きフォールしなくて普通のフォールで食ってきてますから、波動の 1.7 でフォールスピードもそこそこあると思うんですね。でもこれだけバイトがあるで釣れるってことは、やはり魚は結構活性がいいってことだと思います。これ多分巻きフォールしたらもっと簡単に、はい、釣れると思いますね。はい、じゃあもう一回いってみますね。もう全部狙ってるのは、水車の向こう 1,2 メーター先です。はい、そっからシェイキングして、大体その水車の流れの中でどこかでかけてるっていう感じですね。はい、これちょっとバレました。ちょっとね、やっぱりかなり遠投なので、乗せるのは それなりに難しいと思いますが、慣れてしまえば全然問題ないと思います。バイトすごいですね、本当。これだけフォールであればすごいんじゃないですかね。今もちょっとわざとちょっと巻きフォールはしないでフォールで、あ、はい、いいっすね、すごいっすね。ただ全くまだ魚は見えない状況ですね。はい、いやー乗りますね、問題ないですね。これちょっとティップがカーボンのままなので、塗装してないのであんまりティップがカメラには映りにくいと思いますけど、はい、いい感じだと思います。
あ、これもそこそこサイズアップしましたね。はい、こんな感じで楽しいっすね、これだけバイトがあると。はい、